on the ice, representing Lithuania, Margarita Dorobeato and Pamelas Vanagas. 4番8という数字は第一課題のゴールデンワルツの順位。リトアニア、ドルビアツコ、バナガス。女性のドルビアツコは左の膝にサポーターをしながらのアルゼンチンタンゴ。92年のアルベールビルオリンピックは16位、4年前のリレハンメルオリンピックは12位。ターンをした後も非常にしっかりしたエッジに乗ってます。チャンピオンシリーズの今シーズンはスケートカナダで4位、先月のヨーロッパ選手権でも6位。なかなかあのエッジが、ね、深くていいんですけれども、ここが難しいところなんですけども、あのエッジが深いと、はい、非常にいいんですが、深いエッジから反対側の深いエッジに切り返すっていうのは時間がかかるわけですね。あ、ですからそこのところをいかに素早く正確に切り返すかと、はい、言ったようなことによって単語っていうのが見えてくるわけなんですね、はい、ですからその深いエッジから深いエッジに切り返していくところというところで言うと、まだちょっとスピードが足りないんですけれども、その深いエッジが使えるということ自体は結構評価されると思います。はい、90年からパートナーを組んでいる2人。さあ、第1採点のテクニックは高い得点が習いました。あ、ロシアのジャッジは 5.4 をつけています。タイミング&エクスプレッション。あ、これも高い点が出ましたね。そうですね、やはりそれなりの雰囲気があったということですね。はい、4組が終わってトップに立ちました。しかもまずまずの点が出てのトップです。